どうもアナです。今回なんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンの詳細が決まったようなので、それについていろいろですね、分かりやすく紹介していきたいと思っております。まあ、それで今日ですね、まあ、7月10日に観光庁から発表がありまして、いつから始めるよとかですね、そういった詳細が分かりましたので、私もですね、そういった資料を読んだりとか、あとニュースサイト の記事を読んだりとかしてですね、こういったルールなんだなみたいなところが分かりましたので、まあ、それをですね、まあ、全く分からない人でもですね、この動画を見ればですね、分かるようなですね、分かりやすい説明をですね、今からしていきたいと思っておりますけれども、まあ、GoTo キャンペーン、まあ、こちらですね、まあ、GoTo イートキャンペーンとかですね、 GoTo 商店街キャンペーンとか、まあ、いろいろあるわけですけれども、まあ、GoTo トラベルキャンペーン、まあ、こちらがですね、まあ、7月22日からスタートということでございます。まあ、それでね、まあ、先ちょっと言っときますと、まあ、GoTo トラベルキャンペーン、まあこの時期ちょっと早いんじゃないっていうふうなことを思われる方も当然いらっしゃると思います。まあそれはちょっとね置いといて、まあ事実ベースで、まあ、こういったものが始まるよっていうところですね、まあ、今回はですねちょっと紹介していきたいと思っております。まあ、それで、まあ、こちらなんですけれども、まあ最初に、まあ以前から言われてたことなんですけれども、2分の1相当がですね、まあ還元されると、旅行代金の、まあ、つまり半額で旅行で行けるということですよね。まあそれで、まあ、半額のうちの7割が、まあ、旅行代金から割引、それで3割が、まあ、こう地域で使える、まあ、クーポンになりますよというですね、お話で、まあ、こちらについては変わってないようでですね、まあ、これちょっと分かりやすく言えば、まあ、つまりこう、ね、予約した旅行代金の半額の7割、だからつまり 35% なんですよね、が割引ということで、だから 65% で、まあ、こう、いろいろ旅行ができるというので、逆にちょっと分かりづらいかもしれないな。まあ、それで、半額の3割なので、まあ、15% がクーポンにですね、なりますよというですね、お話でございまして、1人1泊あたり2万円が上限ということになりますので、日帰り旅行については1万円が上限ということで、上限額はかなり高いとは思います。さすがにね、まあ、アマネムとかね、そういったところであれば、ちょっと上限ぶっ飛んだりしますけれども、まあ、大体の旅行がですね、まあ、こちら上限、まあ、その上回ることなくできるんじゃないですかね。一人一泊ですからね。一回の旅行ではないですからね。それ連泊とか利用回数の制限はなしというですね、まあ、太っ腹なキャンペーンとなっております。まあ、それでね、こちらについてはですね、もう7月の22日水曜日からスタートということでですね、まあ、7月の23日からですね、まあ、4連休がありますけど、その前日からもうスタートということで、こちらの趣旨としては、まあ、一応こう4連休、から、まあ、いろいろ旅行に行ってくださいよということを、まあね、言ってるんだと思います。まあね、これもちょっと先ほど言いましたけども、まだその4連休、まあこ、ね、もうあと2週間ぐらいですからね、もうちょっと早いんじゃないって思われる方もいると思います。それは当然だと思います。まあ、それでじゃあね、具体的にですね、まあ、割引かれたりクーポンとかね、どういったふうにもらえるんやって思われる方がですね、まあ、非常に多いと思いますし、私もずっと疑問に思っておりました。そんなことできるのってね。今回に関しては基本的にはもうね、割引っていうのはもう予約した段階でなるようなシステムを、まあ、作るようです。まあ、だからジャランとか、まあ、JTB とかで予約した段階でもう、ね、割引の価格、あとはクーポンがもらえるっていうね、システムが出来上がるそうなんですけども、これはですね、7月の22日に間に合わないようなので、とりあえずは7月27日以降にですね、まあ、そういった、まあ、旅行会社、まあ、これはね、オンライン、店舗、どっちにもかかわらず、まあね、順次、システムを整えていくので、それが整ったらもう割引価格で販売します。これは一番わかりやすいですね。最初から割引いてくれるってね。まあ、後からこう、キャッシュバックとか言っても、なんかいろいろね、こう、揃えたりとか、なんかそういったことして、ちょっとめんどくさいじゃないですか。7月の22日からの旅行に関しては、そのシステムっていうのは少なくとも間に合わないんで、事後にですね、まあ、こう、領収書とかいろいろ条件があって、ちょっとこれね、めんどくさいんですけれども、ぜひとも、まあ、この期間中に旅行される方はこれだけ揃えて、あと事後に申請をしてくれれば、こう口座振込とかクレジットカードで還元されますよっていうですね、システムらしいです。まあ、これね、例えば領収書っていうのはね、じゃらんとかで予約した場合にもうネットで事前決済とかするわけじゃないですか。それで現地で特になんか支払いとかもないんで、領収書とかも、まあ、もらえない、もらえるパターンもありますけど、もらえないパターンもあるじゃないですか。もうお客さんから旅行会社経由で料金いただいているので、特にうちから旅行ね、レシート発行しませんとか、そういったパターンもあると思うんですよね。だからちょっとね、ここら辺っていうのはめんどくさい。まあ実もしここら辺で、まあ、こう旅行される方がいるのであれば、まあ、よく調べて、うん、
そう、あと宿泊証明書とかもねいるらしいですからね。まあ大きいね旅館とかであればもうね、旅館としてもあのホテルとしてもこのキャンペーンっていうのは待ってましたっていうので、もちろんねこう協力的にはなってくれると思うんですよね。あ、宿泊証明書ね、 GoTo トラベルキャンペーンで必要ですよねみたいな感じで、はいこれどうぞみたいな感じで、あのそのうちはなってくると思うんですけども、まだまだ多分ね、あの今もう旅行会社もホテルもすごい大変だと思うんですよ。まあこれね、まあいろいろあるとは思いますけども、こういったのをとりあえず入手しないといけないということですね。まあ、あの7月22日から、まあ、あと旅行サイトのシステムが、まあ、整うまでっていう感じですね。まあ、私もね実はこの期間中にですねホテルとかを予約していますので、あのどうなるのかなみたいなことは本当にもらえるのかなっていうのはちょっと疑心暗鬼ではちょっとありますけども、まあね、でもとりあえず、まあ、あの宿とかにもちょっとね聞いてみて、あの何としてももらえるもんであればもらいたいなって日にはね、あの持ってたりもするんですけども、まあ、ここら辺ね、あのどうでしょうかね。まあクーポンに関してはそれでね、これも気になるところですね。どんなクーポンくれるのみたいな、その紙のねダラーっとしたクーポンで、なんかこうね、あの現地のこのアイスクリーム屋行けば500円のなんかクーポンとか、なんかそういったのですかみたいなことをですねちょっと思ってたりもしたんですけども、どうやらですねこれに関しては紙媒体のクーポンまたは電子媒体のクーポンどっちかっていうふうなことがちょっと書かれていますね。まあ、なので先ほど言った通りですね、店舗限定のクーポンとかそういったものではなくて、もう地域でなんかすぐに使えるような QR コードでピッてなんかできるような、なんかそこら辺のなんか、ね、絵も描いてたりするんで、まあ、そのようなものだと思うんですけども、まあ、それで現地の交通費とか、あとはまあカフェとか食堂とかで使えるということなんですけども、まあ、これもねちょっと例えばすごいローカルな食堂でも使えたりするのかなみたいな、そこまででね、あのもう今から整えて結構大変だと思うんですけど、ここら辺はちょっとね未知数で、これに関してはね一応ね9月以降みたいですね、あの実際にこのクーポンってもらえるのか、だから9月までは逆に言えばですね、あのこのクーポンっていうのは対象外になりますので、 35% の割引しか受けることができないように、本当に特に旅行したいっていうのであれば、もうこのクーポンが発行されるまで待ってた方がいいということですね。うん、そのようなまあ条件となっておりますですね。まあ今はですね、それ全国でいろいろですね、ね、大阪だったら大阪いらっしゃいキャンペーンとかやってたり、それは7月末までなんで、まあ、それと被ってたりするんですけども、そういったやつとも併用は可能みたいです。うん、まあだからね、もしなんかここの地域のやつと GoTo トラベルキャンペーン被せたらめっちゃお得だぞみたいな、多分そんなところも結構あると思うんですよね。まあそれはね、大阪いらっしゃいキャンペーンであれば、まあ大阪府、まあ、それで GoTo トラベルキャンペーンしたら国のお金ということで、まあ被っててかなりお得とか、そういったこともまあできるようではあります。それでね、まあ例えばじゃあ私のね YouTube チャンネルよく見ていただいた方はですね、まあ、ANA とか JAL とかね、まあそういったあの航空券予約した時に、あのそれも半額になるんですかっていう話なんですけども、あの個人でホテルを予約した場合っていうのは、あの交通費っていうのはですね対象外になるようです。だから私いつも基本的にはもう航空券はもう航空会社で取って、ホテルはまあジャランとかそういうね、ヤフートラベルとかそういったところでまあ取ることが多いんですけども、まあ、これだともう航空券に関しては半額にはなりません。その点だけはねちょっと注意してほしいです。ただですね、まあここから言うですね、技を使えば、まあ技というか別に方法なんですけども、使えばですね航空券もですね、まあ、あの半額になったりする。あと新幹線とか船とかも全部ね、あの移動系のね交通費ですね、まあ、それが旅行代理店を経由してですね、あの予約すると方法です。まあよくね、あの沖縄行くのにも関しても、まあこう航空券往復ついてて宿が現地2泊とかねついてるものもあるじゃないですか。ああいったものを絡めればもう半額、まあ、半額ですけども、まあ9月までは 35% 引きですね、それで旅行できるみたいです。うん、だから多分個別に予約するよりは、あのもう旅行会社を経由して、結構ね旅行会社のツアーっていうのも安かったりするんで、ただ自由がないので、私みたいにこうなんか三角飛びとか、なんか例えば大阪行って沖縄行って東京に飛んで、まあ、そこから大阪に帰りますとか、そういったやつは売ってないので、まあ、単純往復にはなっちゃうんですけどもね。まあもしもうそういったね、自分がする旅行のスタイルがもうツアー会社で扱ってるのであれば、もう絶対ツアー会社を経由してですね、まあ、予約した方がお得です。まあもうね、もちろんツアー会社で予約したやつに関しても、まあ、マイルとかも上級会ならポイントとかも貯まったりするんで、まあ、そういったので旅行するのが、まあ、一番いいのかなっていうふうにね、思っております。まあ、それで日帰り旅行に関しても、こういったツアー会社、例えば私以前コロナちょっと前にですね、5000円のミステリーツアーっていうのは HIS で申し込みましたけど、ああいったのを申し込めば、だからね、35%
10% が今ならまあ返ってくる、まあ9月以降なら 50% 返ってくるんで、まあ2500円とか旅行できたりとかするということらしいです。まあということでですね、まあ今回ですね、まあそういったですね GoTo トラベルキャンペーンというのはもう7月22日から始まるということで、まあね、最初にも言いましたけれども、まあちょっとね東京とかもですね、まあ、感染者の方、まあ、大阪もそうなんですけども、だんだん増えてきてっていう状況なので、まあ、このタイミングでね、これ始めるの、まあね、多分国としてもなかなかフレキシブル動けないところはあると、前からもうね、調整してたんで、もう今からストップかけれないっていうところもあったりすると思うんで、まあ、難しいところはあるんですけども、まあ、とりあえずはですね、まあ、このようなキャンペーンがですね、まあ、始まるというので、まあ、私自身もね、まあ、いろいろちょっとね、まあ、先日は沖縄行ってきましたけれども、まあ、ちょっと慎重に考えながら動きたいなっていうふうに思っておりますけれども、まあ、こういったものがですね、まあ、始まるというですね、まあ、ご報告でございました。それで私もですね、まあ、コロナになってから、まあ、実際にホテルとか泊まったりとか飛行機乗ったりとかもして、まあ、先日も沖縄ちょっと行ってきましたけれども、まあ、そういったね、動画もアップしておりますけれども、もうホテルとしても、まあ、航空会社としても、まあ、感染症対策っていうのはかなりされております。まあ、それでもねやっぱりこう現地ではですね、まあ、こちらの観光庁のですね、まあ、資料にも書いてるんですけども、まあ、旅行先でですね、まあ、新しい旅のエチケットをということで、まあ、そういったところを守ってですね、まあ現地の人からしたらまだちょっと旅行早いんじゃないっていうふうなことを思われる方もいるのは事実だとは思います。ただまあね、マスクつけたりとかですね、まあ、熱が出たらちょっと旅行をキャンセルしたりとか、まあ、そういったことをですねしながらですね、まあなね、うまくこのキャンペーンが回ってくれればなって日には個人的には思ってたりもいたします。本当にもうね、私も大阪のホテルもそうですけど、沖縄のホテルもそうですけども、まあ、航空会社もそうですけども、もうなかなか厳しいっていうところはもう知っております。なのですけれども、まあちょっとね、旅行にこれで行こうぜっていうところがね、十分に言えないところが歯がゆいところではあるんですけれども、今回はですね、まあ、GoTo トラベルキャンペーンのですね、まあ詳細をですね、まあ、紹介してみました。ぜひとも、もしかしたらね、ちょっと間違ってるところもあるかもしれないんですけども、そこら辺はですね、ちょっと指摘いただければなっていうふうに思っております。皆さん思うこともたくさんあると思いますので、ぜひともそういったところはちょっとコメントでいただければ幸いでございます。ということで、まあ、こんな感じで今回動画を終わりたいと思います。それでは。